有機フッ素化合物 PFAS に関するニュースからです。 PFAS はかつて消火剤や塗料などに幅広く使われてきましたが、発がん性などの健康影響の恐れが指摘され、国内外で規制が進んでいます。この PFAS をめぐり、市民団体が今日会見を開き、多摩地域650人の血液を検査した結果、半数以上でアメリカの健康リスクの基準を超えていたと発表しました。高分子の割合が高く、確かもそれについていたということです。専門家や大学教授らで作る市民団体が会見を開き、多摩地域で行った650人の血液検査の結果を発表しました。血液中の PFAS の濃度について、335人がアメリカの健康リスクの基準の値を超え、特に国分寺市と立川市の住民から高い濃度が確認されたと報告しています。国分寺と立川市だけの問題ではなくて、他の周辺のですね、地域においてもこの高い割合が高かったということで示したつもりにですね、広がっているということを、が今回650名の調査で分かったことだと思います。会見に出席した専門家は、飲み水となった水道水が主な原因として考えられると分析しています。市民団体は今後およそ100カ所の井戸水を検査するとともに、これまで血液検査をしていない狛江市や町田市などでも調査する方針です。今回の調査は多摩地域で PFAS と呼ばれる有機フッ素化合物の影響がどこまで広がっているのかを調べるために行われました。この PFAS は水や油を弾く性質があり、フライパンのコーティングや泡消火剤、さらに半導体の製造などに使われてきたものです。永遠の化学物質と呼ばれ、化学的に安定している一方で分解しにくいため、環境中に長期間残留し、水や食べ物を通じて人や動物の体内に蓄積されやすく、発がん性や出産時の体重に影響が生じる恐れが指摘されています。なぜ多摩地域で調査が行われたかといいますと、井戸水を水源とする一部の浄水所でこの PFAS が検出されたためなんです。国分寺市の浄水所では2018年に国の基準の 2.6 倍の PFAS が検出されています。そこで市民団体がこのほど多摩地域の住民650人を対象に血液検査を行ったんですが、結果として632人の血液から PFAS が検出され、そのうち335人がアメリカで定められている健康リスクの基準を超える PFAS が検出されたということです。特に国分寺市では84人中79人、国立市では62人中40人、府中市では47人中28人、立川市では47人中35人と割合が多かったということです。調査した市民団体は、継続的なモニタリングや在日米軍横田基地、半導体工場など想定される主要な汚染源の特定と除去が必要と指摘しています。